どうも、しろみんでございます。おはようございます。今どこかというとですね、 JR の大阪駅でございます。ですね、今8時20分ぐらいなんですが、8時50分のね、バスに乗ってね、白浜方面に向かいたいと思います。それでは行ってまいりますね。全然覚えてませんね。はい、さんすると森商店って出てきましたが、いい店でしたね。はい、観光地なのに観光地価格じゃないっていうところがね、抜群にね素敵かなと思います。はい、ということでですね、1軒目は、三段壁にある森商店でございました。じゃあ次行きます。白浜生まれ白浜育ちお団子っていうのがあったんで、ちょっと食べてみようかなと思っております。
戦場茶屋さんでねお団子食べてましたっていう感じでございます。割とねごまのね、味がね、結構するのでごまがね好きな方はねいいかと思います。ごまがねちょっとね苦手だっていう人はちょっと苦手かなと思います。でもね比較的ねなんか癖になるような味でございました。はい、じゃあ次行こうと思ってます。はい、岬の湯に入ってきました。本当ね、海が近くてね、素敵な場所でございました。ただね、撮影したらダメって言われたんで、映像がございませんが、とりあえずね、白浜来たらですね、ちょっと寄ってみてもいいんじゃないかなと思っております。はい、それでは。はい、どうも、しおみんです。別にね、悪くはないんですけど、ちょっとね、あんまり好みじゃなかったんで、先急ぎたいと思います。トレトレ市場の横にある回転寿司屋に来ました。これね、僕ね2回目なんですけど、割とねリーズナブルで美味しいお魚を食べさせていただけるのでおすすめでございます。それでは行ってきます。
はい、どうも。4軒目、5軒目、久々に来ました、トレトレ市場でございます。やっぱりね、こちらですね、最後は。ということでね、白浜の最後はトレトレ市場の方に向かいたいと思います。最後トレトレに行ってですね、帰ってきてね、みかん大福を買ってみました。デザートですね。怖い、来ました。結構ずっしりとしてる感じですね。そしたら食べてみます。当たり前ですけど、いい感じですね。美味しいですね、これ。みずみずしい感じですね。はい、ということでですね、今回ですね、白浜をですね、食べ歩いてみました。それではね、今回動画が良かったと思う人はね、グッドボタンおよびですね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、塩見あちこち食べ歩いております。はい、また違う動画でもお会いしましょう。塩見でした。さようなら。